はい、毎度スーツパーです。今裏ナンバーでお店探してたら、すっごいね、なんかもうごっつい気さくな店員さんがいました。姉ちゃん待ってたね。待ってた待ってたよ。関西弁は？私関西弁知りまへんの。エセ関西弁あんまかいな。ビール170円でバリ安いやろ。バリバリ安い。やばい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 。お店屋さん番長でしかないで。お邪魔したいと思います。乾杯。はい、ということでね、メニューを見ていきましょう。ここすごいんだ。まずね、ドリンクがあって、こうお肉なんですよ。お肉メインがお肉と思いきやね、こうやってお肉があるわけで、そこからですね、いきなり海鮮。海鮮、しかもさ、海鮮居酒屋より種類があるという、このね、お作りまであって、ほんで握りまである。さらにはこんな一品まであって、天ぷらまであって、揚げ句の果てには丼まであるというね、もうまさに何を頼んでいいのかわからないお店。おすすめとかもあって、どれを頼むって迷ったんですけど、食うしはやっぱりね、ミスジステーキ、これミスジステーキとホルモン5種盛り、これをね、いただきたいと思います。さあさあ、やってまいりましたよ。メニューが届きました。まずクソ芝が頼んだのはこちら、ミスジステーキでございます。この霜降り具合やばいでしょ、これ。うわ、ジュルリです。ジュルリとしか言いようがない、このミスジステーキ。さらにホルモン盛り合わせですね、5種盛り。はい、ということでいただいていきたいと思います。林長さん、やってまいりました。これがうまいね。ここで焼くとうまいんです。さあ、一気にいっちゃいます。あー、この霜降りやばいですね。これでね、しばらく待ったらスーパージューシーな、美味しいね、ステーキが出来上がると思います。まだかな、まだかな。あー、もう見てるだけでね、お腹がついてきますね、これ。あー、やばいぞ。これは美味しい煙でね、いぶされてます、ただいま。あー、美味しそうだ、これ。炭火っていうのはね、もう火の通りがね、読めへんからね、もうほんまに見とかんと。子供みたいなもんですよ、これ。子供で食べる前にね、いかによく育ってくれるかっていうのが子供みたいなもんです。焼きすぎると肉っていうのはやっぱり美味しくないんで、このぐらいでいきますね、これで。うわー、美味しそう。いただきます。じゃあ、お肉ちゃんいただきます。この厚みを感じられへんぐらい美味しい。マジか。ちょっと待って、ちょっと待って、救出しよう、救出しよう。これ見て、このすごい柔らかいんだ、ほんまに。このタレにくぐらせて食べるんだけど、これね、すごいです。のね、この分厚さやったら何か残るでしょ、口の中。全然残れへん、口の中でなくなっていく。ほんまに肉から肉汁がじゅわーって出てきてね、油がすごいね、美味しいんです。うん、いただきます。うまい。さあ、続いてホルモンをいただきたいと思います。乗せていきましょう。むっちゃうまそうやん、これ。これはね、もうね、焼き上がるのが楽しみです。うわー、むちゃむちゃやばい。この匂いが、もう匂いが、この幸せそうにね、この返している秋坊さんね、もうほんまにね、酒飲みっていうのはこれが楽しいんです。このまま、もうね、最高ですね。これもう早く食べたいです。結構ね、美味しいものとかレビューするんですけど、こういうね、ジャンク的な、なんていうの、なんて言えばいいんだろう、こういうなんかほら、下町的なね、ホルモンっていうのはね、もうほんまにうまいだけじゃないんですよね。この雰囲気っていうのがあるんで、すごいね、これもう最高でございます。この煙で教育されたこのホルモンたちですよ。もう、早く卒業してください、お願いします。すごい飯テロ動画になっております。いただきます。コニコニー、おいしい。この炭にいぶされた感じが最高。いやー、ビールが合いますね。最高。ホルモンあるある、ファイヤー、ファイヤーです、ファイヤー。ファイヤーを収めるためには氷が必要です。あー、焼けとるわ、これ。これほんま最強の飯テロやと思うんです、僕。こういうの、もうこういう動画をね、もうほんまにこれから作っていきたいと思います。これがね、いいと思うなら
あのグッドボタンよろしく。これからね、なんかもう3人以上視点でこういう風なアングルで撮っていけたら美味しさ伝わるんじゃないかなと思います。はい、プル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 な、こちらいただきます。油の漫画めちゃめちゃ出てくるよ。美味しかったです、はい、やっぱねホルモンは美味しいね、うん、このなんか炭火でこのいぶされてる、もう僕もいぶされてるから、この中で食べる焼肉というか炭火で焼いたものっていうのはすごい美味しいです。もう周りでもバンバン焼いてるんでね、この煙でね美味しさ倍増でございます。ちなみにここのねお店ね、ほんまに何でもあるんで、何でも食べたい方はぜひとも来てみてはいかがでしょうか。はい、裏ナンバーそちらどんどんね開拓していきますんでよろしくお願いします。裏ナンバーで何でも食いたいと思えばここです。はい、ごちそうさまでした。